にちは、カプリショーです。今回はこちらの星を作っていきたいと思います。しっかりした作品です。それでは早速作っていきます。それではですね、作っていきます。使っているのは 6.5 センチ角の折り紙です。それでこういった感じのユニットを全部で12個作っていきます。まずはですね、三角に折っていきます。そうしたら半分に折って、向きを変えて、このラインに合わせて凍ったらひっくり返して、このラインに合わせて折っていきます。そうしたら中心のこのラインに合わせて折ったらひっくり返して、こちらも同じように折っていきます。そうしてですね、このラインでこう折ってひっくり返して、同じようにこのラインで折ったら、これでユニットの完成です。それでは12ユニット揃ったので組み立てていきます。これはですね、こうしてこの部分にここをですね、こうして挟んで、まずはですね、三角を作っていきます。初めて作るときはクリップが必要でした。ポロ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 取れてしまってうまく作れなかった作品です。そうしたらですね、今度はこの隣に三角をまた作っていきます。中心に向かってキュッと押すようにして、できる限りですね、この隙間を小さくなるようにキュッキュッと押しながら作ってみてください。こことここが合うので、こうしてですね、入れたらここの三角を作ってしまいます。
だんだんですね。作っていると固まってくるので、こうして回しながら、こうして作っていくと、どんどん形が出来上がってくるかなと思います。最初はですね、ポロポロっと取れてしまうかもしれませんが、だんだん上手に作れるようになるんじゃないかなと思います。最後はここです。では先をキュッキュッと、こうするとしっかりした星になるかと思います。これで出来上がりです。最初はですね、本当にクリップでこういうところを止めながら作った作品でした。楽しいですので、パズル感覚で作れるかと思います。どうぞ作ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。